オルオ、それ本気で言ってるの？嘘でしょ？そんなに間抜けだったの？何言ってやがる、ペトラ。俺は本気だ。それが兵長にとって最も役立つものだからな。ねえ、ちょっと聞いてよ。兵長への贈り物、オルオが掃除道具はどうかって言ってるんだけど。甘いな。お前程度では俺の考えに及ばないようだ。何でもすごく水を吸う雑巾を贈りたいんだって。便利かもしれないけど、贈り物にするのはいくらなんでも。やはりペトラは分かっていないな。その程度では俺の女房を気取るにはまだまだ。ねえ、あなたはどう思う？雑巾を贈り物にするっていう案。そうだよね。雑巾はまた別の機会にしなよ、オーリオ。なら他にいい案でもあるってのか？俺に反論するなら代案を考えてからにするんだな。オルオに相談したのが間違いだったのよ。もう自分で別の案を考える。ま、俺以上の案を思いつけるとは思えねえが、楽しみに待っててやるから、せいぜい考えるんだな。ここもパッとしないな。やっぱり最初に見たお店が一番かな。あ、こんにちは。あなたもお買い物に来たの？そっか。実は私もお店巡りの最中だったの。兵長への贈り物にちょうどいいものはないかなって。少し高めの紅茶を贈ろうかなって。兵長は紅茶がお気に入りなの。高級品だけどね。まったく、その程度の案しか浮かばないとは。お前の発想力は俺の足元にも及ばないな、ペトラ。なんでここにいるのよ、オルオ。雑巾よりは紅茶の方がよっぽど贈り物らしいと思うけど。兵長なら自分の好物より役に立つものをもらった方が喜ぶと思うかな。まあ、お前にはわからないだろうが、俺にはわかる。なぜだかわかるか？それもわからんのか？だからそれ、本当にやめてくれる？昔はそんな喋り方じゃなかったよね。ごめん、つい熱くなっちゃって。でもみんなが納得できるような贈り物じゃないと意味がないと思うの。はっ、まあそこだけはペトラの言う通りかもな。他の二人の意見を聞いてみるべきかもしれん。だがきっと俺の案に感心して採用になるだろうよ、ペトラ。それは絶対にない。We want
reality Never be charity The enemy you're fighting How I hold the dark You can tell me I'm not here Gotta fight you for you Like shit Shadows gonna pop That'll make shit See some room within the organization Combine slow motion Give me motivation Get out now Ain't then I'm a rival Round up around Spit out All over Rhyme like a roller coaster Coming around Watch out the road That this is out Before this town If I'm homebound Round up Don't need to keep This enemy's brutal Form of the truth There ain't no truth Good or evil様のお出ましたぜペトラさんお願いします了解